商品の歌い文句があまりにも素晴らしいとかえって疑ってしまうってことないです。で、ちょっと買っちゃうんですけどね。今回はそんなお話です。熱海に引っ越すときに、それまで使ってた冷蔵庫はだいたい15年選手ぐらいやったかな。これをジモティで譲って新しい冷蔵庫を買いました。普通冷蔵庫を選ぶときは、まあ、予算もあるんでしょうけれど、まずは機能や容量が最優先、次に横幅じゃないかなと思いますけれど、うちの場合は高さを基準に選ぶしかない理由がありました。移転先のリビングには作り付けの棚があるんで、この棚の天板より低い高さ150センチのやつを探して、電気屋さん何店舗か回ったんですが、サイズで選ぶともうどうしてもこの一択しかありませんでした。あとはもうちょっと小さいやつしかなくて、棚に手を入れる手間のかからないジャストサイズは125センチ以下なんですが、ちょっと根が張ってもね、外国製の、 あの低めの幅広い冷蔵庫とかもあるじゃないですか。あれ探してみたんですが、なかなかしっくりくるものがなかったんで、もう棚の下側を切って冷蔵庫入れようということにしました。選択肢が少なかったんで、当然頭に描いていたものとはほど遠く、むしろダッサい印象というか、ごくごく普通の冷蔵庫っていう感じ。その時に苦し紛れに黒板塗料で塗っておしゃれにしたいねとかって母ちゃんと慰めやってたんですが、まあ、そのまま放置されること1年、引っ越して1年何もせんかった。黒板塗料のことも忘れかけていたある日、ホームセンターでのペンキフェア、あそこに黒板塗料があって思い出したんですよね。塗料を手に取ったんですが、缶見たら発がんの恐れがありますって書かれてるんですよ。冷蔵庫を塗ろうと思っているんで躊躇するよね。しかもうちにはにゃんこたちもおるし、冷蔵庫黒板化計画はダメだったんやねなんて話しながら帰ったんですが、まあ、よく冷蔵庫をペイントしている人の記事見たりするんで、どうなんかなと思ってググってみたら、発がん云々の記載は厚生労働省より塗料全般に表記が義務付けられているっていう記事を見つけたんです。でもまあペンキの販売サイトでの記事やったんで、これを鵜呑みにするのも怖いなと思ってちょっと調べてみました。まあ間違ってるかもしれませんが、これは多分 GHS 表記ってっていう安全性表記を国際的に統一しようっていうことやと思うんですが、まあ、それを読むと、何やら特定の化学物質が入っているような場合は発がんの恐れありって書く必要があるみたいで、人に対して発がん性が認められていなくても、まあ、動物では認められたりした時にも表記が義務付けられてるっていうものらしいです。まあ、動物も災難やけどね。まあそういうことみたいなんで、まあ、塗料全てに表記が義務付けられているっていう説明は、まあ、違ってるんじゃないかなって思いました。まあ、これは私の見た限りのことなんで、皆さんは皆さんで納得するまで調査してくださいね。ちなみに余談ですが、環境省のホームページは常時 SSL 化、 SSL 化っていうのは http://じゃなくて https://で始まるようにして、ネット閲覧が盗み見されないようにするものなんですが、環境省のはされてたけど厚生労働省のはされてなかったんですよね。ブラウザーに、まあ、このサイトは安全ではありませんって表示されるんですよ。安全性を検索するページなのに。我々下々のものは、母ちゃんのやってる小さなブログですら常時 SSR 化しなきゃと思ってやってるんですよね。まあ厚労省とかだと膨大なホームページがあるだろうから大変だろうなと思いますが、ちょっとなんだかなって感じで、そんなこんな調べてると完全無害を謳う黒板塗料を見つけました。エコスオーガニックチョークボードペイントっていうやつです。特徴は1、赤ちゃんが口に入れても安全、2、アリゾナの強い日光にも耐える耐久性、3、
一般的な塗料に使われる3倍の顔料を使った優れた発色とのことです。さっきからずっと調べてきた味込めはもはや黒板塗料には疑いの目しか持っていませんので、強い日差しへの耐久性を持ち3倍の顔料を含むものを、なんで赤ちゃんが口に入れても安全ってどういうことよって思いながらさらに読み進めていくと、シックハウスに悩んだ科学者が6年かけて開発して外部機関の検査を経てデクレアラベルが発行されている点、ホルムアルデヒドを放出する成分も含まれていないし、ペットのものやベビー用品にも使えて洗った水はそのまま下水に流せて成分は土に還る、動物実験なんかもやっていない、なんかそんな説明を見てこれやったら大丈夫そうやなと思いました。そんなエコスオーガニックペイントなんですが、まあいいものは高いよね。唯一の難点はその値段です。3倍ぐらいするんちゃうかな。塗りたい面積を計算すると3平米ほどなんです。400ml やと7200円しますが、これやとね 2.6 平米を2度塗りできると書かれてます。その上は1リットル入りで 6.5 平方メートルを2度塗りできますが、値段は12,000円。防腐剤が入ってないんで空気を抜いて保管することが推奨されている。そうなるとね使い切りたいんですよね。で母ちゃんとねどっちにしようかなってかなりの時間悩みました。この辺味込めは無頓着で Amazon や物太郎ですぐにポチポチするんで叱られるんですが、まあ母ちゃんはその辺しっかりしてますんでお任せです。まあそんなケチじゃなくて、経済観念のしっかりした母ちゃんからも仕方がないわね、安全性にお金をかけるかと、まあ自らを説得するような声で、まあ、OK が出ました。見えないところは2ドル利せんでもええわねっていう戦法でいくことにして 400ml を1つ注文することにしました。ペンキのサイトは概要欄に貼っておきますので興味のある方は見てみてください。この黒板塗料のカラーバリエーションは全部で25色あります。チョークボードグリーンっていうのが一番黒板っぽいんだろうなと思うんですが、まあ、せっかく書棚も明るくしたので冷蔵庫にはバターカップっていう黄色い塗料を選びました。ペンキ塗りは何度かやりましたがいつも最初に熱くしすぎてしまうんですよね。性格でしょうかね。多分女性に生まれてたら化粧も一気に特殊メイクぐらいやっちゃうタイプかもしれません。男に生まれてよかった。ちなみにプライマーにはホルムアルデヒド放散等級が規制対象外で使用面積に制限なしの密着ロンマルチってのを使ってます。区分記号は F に星4つです。密着ロンって分かりやすいネーミングセンスですよね。よくくっつくって感じがします。カラムーチョとかガリガリ君のノリに近い感じかな。ペンキは薄く何度か塗った方が綺麗になるみたいやけど、今回もまた最初に厚くしすぎてやっちまったっていう感じです。ペンキのスペックは良くてもペインターのスペックがいまいちなようですな。相殺されて普通になるという。ドアや側面に塗って垂れてきてるやつをハケで鳴らしながら見える範囲の前と横は2度塗り、上の部分は見えないので1度塗りに。これで 400ml でいけました。乾燥に一晩首を長くして待って養生したマスキングテープを外していいじゃない可愛い色です。若者やったらバイブス糸上がりけりとか言っちゃう感じなんでしょうかね。おっさんは思わず歓喜の踊りをしてしまう始末です。仕事を行ってる間に母ちゃんが早速いたずら書きをしていました。味込め的には今日のシェフのおすすめ的なのが書かれるのかなと思ってたんですが、ちょっぴり色気のある猫でした。後から気づきましたがチョークも無害のものを探さなきゃだなと思ってます。
日本理化学ダストレスお絵かきチョークっていうのがあって、これは破棄しなければいけないホタテの貝殻をリサイクルして使用して、使い勝手も品質も認められている商品っていうので気になってます。こちらも概要欄にアドレス貼り付けておきますので、ご参考にされてください。最後までご視聴ありがとうございました。塗りのテクニックはさておき、まあこんな黒板塗料あるんだって参考にしていただければ嬉しいです。良ければグッドボタン、つまらなければバッドボタンを、できればチャンネル登録していただけたりすると、やばバイブスイートアガリケリー、恥ずかしい。